オメガ、スピードマスター、125周年。クロノメーター、REFST178-2。CAL1041 搭載、2000本限定。今回ご紹介するのは、オメガのスピードマスターです。NASA の公式クロノグラフとして採用され、別名、ムーンウォッチとも呼ばれるシリーズです。本品は、スピードマスター初のクロノメーター規格モデルです。1973年に、オメガ社創立125周年を記念して世界2000個限定で発売されました。日本では木村拓哉さんがドラマで使用していたことから木村拓哉モデルとして人気を博しました。文字盤は精悍なブラックカラー、夜光インデックスとペンシルハンドの組み合わせ、中央にクロノ針と60分積算計が配され、6時1に12時間積算計、6時1には永久秒針と24時間計回転盤を備えたオーセンティックな2列式。実用性に優れた多機能デザインです。 SS ケースはポリッシュとサテン仕上げのがっちりとした大ぶりホリム。裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。ブレスはコンプリートメンテナンスで新品に交換済みです。存在感際立つ完成度の高いコレクションピース、記念モデルとして貴重なオメガの一品です。オメガ、1848年ルイ・ブランによってスイスのラショード・フォンで設立されたオメガ、究極の時計という字からギリシャ語の最終文字オメガをブランド名とし、創業から160年以上もの長い歴史の中で数多くの優れた業績を残してきた名門です。操作方法、ケース右サイド31にあるつまみが留置です。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、自動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご利用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデイレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。クロノの操作は右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセットします。オメガ C マスタークロノクォーズ REF196.0052CAL1611 1976年製モントリオールオリンピックモデル。2019年8月スイスメーカーコンプリートサービス済み。今回ご紹介するのはオメガの C マスタークロノクォーズです。1976年に開催されたモントリオールオリンピックにちなんでリリースされた LCD デジタルとアナログを合わせ持つ世界初のクォーズクロノグラフモデルです。年々市場で見かけなくなり、現在では希少な存在として注目されています。文字盤はブラックカラー、アナログ表示と液晶表示が左右に配され、液晶部分ではストップウォッチとして使用ができます。ユニークなデザインながらも実用性に優れた多機能風貌です。 SS ケースは独創的なテレビスクリーンフォルム、裏蓋にはシーホースとモントリオールオリンピックの刻印が確認できます。2019年8月にスイス本国にてメーカーコンプリートサービス済み、各部品交換済みのグッドコンディションです。腕元をおしゃれに、そしてかっこよく飾ってくれる存在感際立つ一品です。オメガ、1848年ルイ・ブランによってスイスのラショード・フォンで設立されたオメガ、究極の時計という字からギリシャ語の最終文字オメガをブランド名とし、創業から170年以上もの長い歴史の中で数多くの優れた業績を残してきた名門です。操作方法、右サイド31にあるつまみがリューズです。アナログはリューズを引いて回すと単針のみ稼働します。リューズの長押しで長針が動きます。傷がつかないよう、爪楊枝などの柔らかく、先が細いもので押し込んでください。液晶は左上プッシャーでスタート、ストップ、
左下プッシャーでリセットできます。中プッシャーではカウントを60秒表示のみに切り替えられます。サイズ KSK は約 46mm、 リューズ含まず縦ラグからラグ約 46mm、 厚さ風防を含む 14mm、 腕曲がり 18cm 前後です。オメガスピードマスタープロフェッショナルマーク3、1970年代 RES1176.00GL1040。 今回ご紹介するのはオメガのスピードマスター。スピードマスターシリーズで初めて自動マスムーブメントを搭載したスピードマスタープロフェッショナルマーク3です。ボルケーノ、富士壺などと呼称され親しまれる人気のモデル。文字盤は精悍なブラックカラー、夜光インデックスとブラックに映えるホワイトハンドの組み合わせ。6時1に12時間積算系、9時1に 24H 系と永久表示、3時1のデート表示が配された洗練された多機能風防です。 SS ケースはボリュームのある際立つ実母系、ヘアラインは残っていますが磨きがかかっています。2019年8月にリース本国にてメーカーコンプリートサービス各部品交換済みの良品です。腕元をおしゃれ、そしてかっこよく飾ってくれる存在感抜群の一品です。オメガ、1848年ルイ・ブランによってスイスのラショーのコンで設立されたオメガ。究極の時計という字からギリシャ語の最終文字オメガをブランド名とし、創業から160年以上もの長い歴史の中で数多くの優れた業績を残してきた名門です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみが重要、そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが針が止まっている場合などは時計本体を掌中で軽く切り、自動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。各部秒針停止機能はありません。クロノの操作は右上のプッシャーを押すとスタートストップ、下のプッシャーを押すとリセットします。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますのでぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の威嚇アンティーウォッチマンがお送りします。